して皆さんこんにちは。慶応附属東高校慶応音楽部です、今日は、1、2年生いろんなメンバーで、いろんな曲を演奏していきたいと思っています。まず1曲目に聴いていただきましたのはスティービー・ワンダーの Isn't She Lovely です。この曲はもうとりあえず、スティービー・ワンダーが、お父さんになられた時にとりあえずこの子供が可愛くて可愛くて仕方がない、可愛くないわけがないというとりあえずめちゃめちゃデレデレな、曲で、ございます、はい。次に歌いますのは、ボサノバの名曲イパネマの娘です。この曲は作詞の、ビニシアス・ジ・モライスさんという方が、リオデジャネイロにあるイパネマ海岸というところでお酒を飲みながら綺麗なお姉さんがパーってこうやって、あ、綺麗なお姉さんがやるなっていうのをふわふわした気持ちで、書かれた、曲です。なので皆さんもほんわかした気持ちで、聴いていただけたらなと思います。それでは聴いてください、イパネマの娘。
ございます。イパネマの娘でした。次の曲はチュニジアの夜という、ちょっと皆さんが知ってらっしゃるのは、トランペットの方が多いのかな、メロディーラインをトランペットで、吹いているのが、有名なチュニジアの夜ですが、今日はちょっと難しい歌に私が挑戦してみたいと思います。チュニジアの夜です。聴いてください。あなたらこいのファンティーズディズヤバーケーブスティソンセコレアナイニンチュニジャーエンダメディストゥリングズオン。Thank you.
今聴いていただいたのはチュニジアの夜という曲でした。次の曲はプライベートアイズですね。はい、この曲は、ジャバループさんという、ジャズバンドの、方の曲で、メジャーデビューをしてらっしゃる、方の曲でね、めっちゃいい感じのノリノリ感があるかっこいい曲で、またまた、この、メロディーラインはマリちゃんの、トランペットで吹いていただこうと思います。準備はよろしいでしょうか。それでは、聞いていただきましょう。プライベートアイスです。どうぞ。Thank you.
ありがとうございました。プライベートアイズでした。それでは、最後に聴いていただくのは、ロバート・ジョンソンさんの、スイートホームシカゴです。Yeah.